い、こんにちは。税金専門税理士川南です。本日の動画は確定申告シーズンというわけで、今回は年金受給者の方が確定申告を作る場合にはどのように作ればいいのかというのを、実際の画面と同じ資料を使いながら解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter、Voicy もスタートしてますので、そちらの SNS 概要欄から飛べるようになってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。また自営業フリーランス向けに必要な情報を1冊にまとめた本を出版してます。また1月の20日にインボイス制度本も2冊目の本出版しますので、合わせてどうかぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の動画に行ってみましょう。はい、それでは本日の動画は確定申告作成年金受給者バージョンということで、動画で解説をしていきたいと思います。まず基本的に大事なポイントとして、年金受給者の方がチェックすべきポイントを最初に解説してから、実際の申告画面の方を見ながら解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日の内容の大事な点なんですが、年金受給者の確定申告というのはですね、これ1年間になります。合計金額が400万円以下の場合は申告が不要というルールなんですね。しかし住民税の申告は必要なので、ここは必ずチェックの方しておいてください。こちらに国税庁の表があります。次の1、2に該当する方は所得税の確定申告が不要です。先ほど紹介したように400万円以下の方、そしてもう一つなんですけど、公的年金にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方、この2つに該当する方は基本的に確定申告は不要ですよとなります。そして国税庁の方でも注意書きとしてあるように、住民税の申告が必要な場合がありますので、住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村に必ず尋ねるようにしてください。次にフローチャートを紹介いたします。はい、これも国税庁のフローチャートなんですけども、受給されている方、要は公的年金等を受給されている方の申告に関するフローチャート、これ分かりやすいので紹介しておきます。公的年金等ある方はこちらのチャートを使って、はいかいいえかっていう風に進んでいただければと思います。まず400万円以下である方ははいに進みますし、いいえの方はもうすぐね税務署の申告が必要となるという風に思います。フローチャート各自それぞれやってほしいんですけど、一つ気をつけないといけないポイントがあります。公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であっても、還付される税金がある方は税務署への申告をした方がお得になりますので、税務署の申告をすると還付金が返ってくるということになりますので、400万円以下だから確定申告は不要なんですけども、した方がいいですよということだけしっかりと押さえてください。ぜひ気になる方はこのフローチャートをうまくご利用ください。それではここから実際の e-tax 画面と同じ資料を使って解説をしていきたいと思います。まず令和4年分の確定申告コーナー公開になりましたので、ぜひねチェックの方、確定申告前に触っておくといいと思います。こちらのまずトップページに行っていただいて、この作成開始っていうのをまずクリックします。でこちら今後国税庁で公開されているマニュアルの資料に沿って進みたいと思います。とてもよくできていますので、こちらで紹介している動画を見てから、国税庁で発表されているマニュアルというものを実際に見ながら自分で確定申告をすることをお勧めいたします。概要欄にリンクは貼っておきますのでご安心ください。それでは続きいきたいと思います。作成クリックを押しますと、次こちらの画面になります。税務署への提出方法をまず選択する画面が来ます。1がスマートフォンを使用して e-tax をする場合、パソコンで IC カードリーダーを利用して e-tax をする場合は2を、そして ID パスワード方式をされる方はこちらの方法をクリックしていくと、提出方法に合った画面が出てきて、次へとという風に進んでいくことになります。作成開始をクリックすると、この提出方法をまず選択するということになります。この提出方法ですので、事前に決めておかないと、もうここでつまずいて進まなくなってしまいますので、皆さん自分がねどの提出方法を選択するかっていうのを考えて選んでおくことが大事です。この提出方法、それぞれどういった方法なのか違いを、この初めての確定申告事前準備編というもので紹介してますので、こちらの動画の方ぜひご覧になってください。もちろんボタンも下の方ね、ここでは映ってないんですけどあります。今回はまあどれかを選んで進んでったという全体で、少しねここのあたりのスライドの方は飛ばさせていただきます。そして次の作成画面、先ほどの提出方法を選んで進んでくると、この令和4年分の申告等の作成という画面に来ます。ここで年金受給者の方はどれを選ぶかと言いますと、一番左にあるこの所得税というものを選びます。この所得税という申告書の種類は、年金受給者の方、また会社員で医療費控除だけがある、ふるさと納税控除があるというような方々が選ぶ申告書になります。年金受給者の方はこちらの丸書所得税と書いたこのピンクのやつを選ぶようにしてください。そしてクリックして次へ進みます。こちらは解説しておきますと、自営業の方やフリーランスの方、副業をされている方はこの青色白色の決算書を作らないといけないので、こちらの方をクリック
ックして進んでいってください。でこちらの方を選んでいただくと、次このね作成画面の方に来ります。この前に実はトップ画面の次に事前準備という画面があるんですけど、要は事前準備というのは何をしているかというと、パソコンなど対応しているかということでセットアップが必要になります。マイナンバーカードを使って提出される方は順番にこのセットアップが必要な場合はダウンロードをして進んできて、ここの画面まで来るように頑張ってください。そして次へ進むというのを押しますと、実際のね作成画面へと進んでいきます。そして次に出てくる画面がこちらになります。申告される方の生年月日を聞いていきます。これはね皆さん自分のね生年月日ご存知だと思いますので、こちらの方入力してください。そして作成する確定申告の提出方法は該当する方を押してください。質問が出てきますので、こちらも自分の該当するものの方をはいいいえで必ず選んで、次へ進むを押すようにしてください。そしてこちらの画面で該当するところを選んで次へ進むと、こちらの画面が出てきます。こちらがこの申告書作成コーナーです。所得を選ぶところが来ます。上からね事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得などなど、いろいろな種類の所得の種類が並んでおります。年金受給者の方は何を選ぶかと言いますと、この雑所得というものを選ぶことになります。そしてまず公的年金ですね、要は厚生労働省の公的年金をもらっている方は、こちらの赤枠にあるこの雑所得のうちの公的年金の隣のこの入力するというボタンを押しますと、入力する画面に進みます。じゃあ実際にこの入力するをクリックしたところ、どういう画面に行くのか次のスライドで紹介をします。次に出てくるのがこちらの画面になります。公的年金と支払い者から交付された源泉徴収票の入力という画面が出てきます。こちらで入力するというのをクリックして、次へ進むをクリックしてください。そうするとまたさらに次の入力画面へ進みます。入力画面が実際どうなってるかというと、このような感じで出てきます。これは公的年金のものですね。支払い先が公的労働者ですか、はい、いいえかを選ぶので、はいを選んでください。そしてここに次のところですね、皆さんちょっと戸惑うかもと思うんですけど、法230-3第1号とかね、第2号第3号ってなってるんですけど、これは一体何のこっちゃとなるかと思うんですけど、こちらご安心ください。届いたこの公的年金の源泉徴収票の中に、どこの区分の年金なのかというのは必ず記載があります。同じ欄になっておりますので、ご安心ください。手元に届いた源泉徴収票を見て、同じところのもの、上から5号適用分の方に数字が入っておりましたら、5号適用分にチェックをして選択してください。そうすると数字を入れるところが出てきますので、数字を実際に源泉徴収票を見ながら実際と同じ数字を入力してください。そして社会保険料の金額があればこちらも入れます。社会保険料の金額が入ってない場合には入力しない、もしくは0円というふうにしていただいて大丈夫です。この厚生労働者を選ぶと、自動的に支払い者と名称というのは自動で入ってきますので、わざわざ住所を打たなくてもいいというふうになっております。入力が一つこれ終わりましたら、入力内容の確認を押してください。例えばこの厚生労働者以外に公的年金のものがあれば、続けてもう一件入力というのを押すと、もう一度同じ画面が出てきて、2件目を入力することができるようになっております。では公的年金以外の年金があるという方もいらっしゃると思うので、そちらの解説をしたいと思います。はい、こちら入力ね、先ほどの画面で入力終了を押しますと、またこちらの画面に戻ってきます。そこで公的年金以外の年金がある方は、その他の入力をするをクリックすると、次の画面に切り替わります。こちらですね、雑その他所得の入力というものがあります。ここの種目を選ぶようになってますので、ご自分が例えば生命保険会社から入っている年金があるとか、その他の所得、雑所得があるという方は、こちらに手元に届いた書類、源泉徴収票を見ながら入力をすることになります。そしてこちらに収入金額、要は年金の金額を入力して、必要経費というのもこちら届いた書類に書いてありますので、ある方はそちらを入れてください。記入されてない方は0円ということなので、空欄もしくは0円というのを入力してください。これも同じように届いたものを見て、同じように金額を入れていけば OK になります。そしてこちら所得のね、生ずる場所、住所や名前というのは、前回のように自動的には入りませんので、届いた書類を見ながら正しい住所と名称を入力して、入力内容の確認へ進んでください。もう一件ある方は、続けてもう一件入力をクリックすると、もう一つの雑所得の入力ができることになります。ですので基本的に手元に届いた源泉徴収票を見ながら入力をすれば、ほとんどの方がねここはクリアできるのではないでしょうか。これ届く書類というのは人それぞれね、入っている、ね、年金によって変わってきますので、それぞれ各自で皆さん確認をして、そのまま入力をするようにしてください。それで入力が終わりますと、次の画面で切り替わります。はい、こちらですね。こちら次ね進んでいきますと、所得控除の入力ってあります。こちら所得控除の入力には、該当するものがあれば入力をしていくようにしてください。医療費控除が例えばあるとか、生命保険料控除払っているっていうもの
ものがあれば入力していく画面になります。そして該当するもの入力し終わりましたら次のような画面に飛んでいきます。ここで最終確認ができます。今回の場合で一つ還付される金額が出ているので還付金額のところに金額が入っております。このように一旦入力されたものがここで合ってるかっていうのを確認することができます。年金の方で言いますとここの雑所得のところのこの公的年金に数字が入っていれば大丈夫ってことになりますよね。そしてこの数字が届いている源泉徴収票と一致しているかどうかっていうのをチェックすることになります。もしね何か変なところに自分が入れた覚えがないところに数字が入っていましたら何か入力を間違えているってことになりますので戻っていただいて削除する対応方法を取ってください。そしてこちらの画面確認して次へと押しますとこのように金額が出てまいります。これは還付金額の場合は還付金額が出ますし納付しないといけない場合には税金の納付金額が記載されて表示がされます。そして還付金額の場合には還付先の金融機関の情報を入力する箇所がありますので還付になった方は必ずこのご自分が還付してほしい金融機関というのを入れるようにしてください。ここ忘れてね電子申告してしまうって方は意外と多いですので必ず入れるようにしてください。漏れていると必ずエラーが出ますので入ってないですよっていうのを教えてはくれますけど皆さんここできちんと入力をするようにしてください。じゃあその後何が書いてあるかと言いますとこちらはご自身の郵便番号や住所名前などになりますのでこちらはご自分の方でね入っているものが合っているかどうか確認すればいいですしもしここにね真っ白で記入のデータがね去年の電子申告から飛んできてないという方は自分で手入力をもう一回することになります。また初めてね電子申告使うって方はデータがない方が多いですので入力するという方もいらっしゃるかもしれません。そして次ね進んでいきますとこのような画面が来ます。ここが皆さんのねよくご存知のマイナンバーを入力するところになりますのでご自身のマイナンバーを通知カード見ながらもしくはマイナンバーカードを見ながら入力してください。そして次を進むっていう風になっていきますと印刷画面や保存方法などの解説画面へと進んでいきますのでそちらの方を済ませてください。今回の動画では年金受給者の方の確定申告の入力の方法について解説してますのでこの印刷画面やちょっと保存方法については省略したいと思います。はい、そしてまとめです。年金の確定申告はですねまず最初に提出方法を事前に決めておく必要がありますので皆さんまずここでつまずきやすいので必ず事前にどの提出方法は自分は選択をするのかっていうのを決めてから確定申告の作成に移りましょう。そしてもちろんですけど年金の源泉徴収票が手元に届いていないとまだ確定申告ができませんので源泉徴収票が届いてからになるかと思います。はい、そして今紹介したように電子申告おすすめです。とても楽で便利ですし混雑する会場に行かなくてもいいというメリットとまた最近会場はコロナウイルスの影響で予約制になってますのでそのね予約を取るという手間もなくなるということで電子申告はおすすめになるので今回ね一度やっぱね初回が一番ねよくわからなくて辛いんですけど次年度以降ね一回やるとどんどんと楽になってきますので電子申告ねしてみようかなという方はぜひ動画の方を見て勉強して挑戦してみてください。もちろんこの e-tax 要は電子申告のところで数字を入れて入力して印刷して提出するっていうこと方法もできますので電子申告難しいなまたマイナンバーカードがないんだよねっていう方は印刷して直接税務署に持っていくまたは郵送するっていう方法もありです。はい、そして今日ね紹介した内容についてさらに詳しく詳細に載っているマニュアルが国税庁のホームページから出てますので今回の動画見た後にこのマニュアルを実際にこう見ながら手元に置いてこのね電子申告要は e-tax のトップページに行って作成していくと自分で確定申告ができる可能性がぐっと上がると思いますので詳しくは国税庁のホームページの方もぜひご確認をください。概要欄の方にこちらのリンクもちろん貼っておきますのでそちらからぜひご確認ください。それでは本日の動画は以上となります。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目のメリットがオンライン上に税理士を味方につけれるということで質問や相談がオンライン上でいつでもすることが OK になります。そして2つ目のメリットは定期的にサロンズームを開催しております。このサロンズームなんですけど私にズーム上で直接質問や相談をすることが可能ですしまたサロンメンバーである方と異業種交流ということで情報交換ができるということで非常に好評です。このズームというのは定期開催していて2ヶ月に一遍程度で開催をしております。そして3つ目のメリットです。税理士の裏側を公開しております。 YouTube、TikTok、Voicy の裏側一体どうやって SNS を回しているのかなどなど経理や新しい情報などオンラインサロンのみだけに投げている情報ばかりになりますのでぜひオンラインサロンの入会お待ちしております。私のオンラインサロンについての詳細は概要欄に貼っておきますのでそちらの方からぜひチェックしてみてください。参加お待ちしてます。本の出版のお知らせになります。1月の20日 Amazon ね Kindle 版もう約スタートしておりますのでぜひ
お願いします。インボイス制度の Q&A ブックということでね、分かりやすいというね、図解盛りだくさんの本になってますので、インボイス制度始まる前にしっかり勉強したいって方はぜひぜひチェックの方してみてください。そして Amazon 予約もぜひよろしくお願いします。そしてもう一冊は、フリーランスの自営業向けに経理や税金、確定申告、節税の方法まで必要な情報を一冊にギュッとまとめた本も出しております。3回目重版がすでに決まって印刷されたところでございます。合わせてよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方、私の YouTube 8割から9割の方が未登録のまま動画の方を見ておりますので、ぜひまだチャンネル登録してないよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。またいいねやコメント、高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひ合わせてよろしくお願いします。はい、それでは動画最後までいつも見てくださってる方ありがとうございます。確定申告シーズンということでね、今回は年金受給者の方の確定申告出しましたけど、この後ね、ふるさと納税した方の確定申告などなどパターンに分けて動画の方出していただけたらいいなと思っております。もし内容についてリクエストなどありましたらコメント方にご記入しておいてください。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士神並でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。